聞いた？昨日もひったくりが起きたって。怖い。最近多いから不安だわ。でも私たちにはハルカさんがいるから大丈夫。ああやって朝から目を光らして見守ってくれているもの。俺の通う高校には番長がいる。数々の不良伝説を持つ泣く子も黙る鬼の番長は俺の一つ上の幼なじみなんだけど。あ、エイジ。あ、ハルネ、おはよう。いつもより登校が2分53秒遅かったから心配したぞ。確かにいつもより遅く家を出たけど。時間数えてたの？エイジが誘拐されたんじゃないか、事故にあったんじゃないか、電信柱にぶつかったんじゃないかと不安で不安で。怪我はないな？少し遅れただけで心配しすぎだよ。この鬼の番長、俺にだけベタ甘で過保護だった。家で何かあったのか？ああ、全然大したことじゃないけど。今ちょうど田舎からおばあちゃんが遊びに来てるから、朝ごはんを一緒に食べてたら遅くなっちゃって。なんだ、そうだったのか。エイジのおばあちゃんが。って、めちゃくちゃ大したことじゃないか。エイジのおばあさんだろ？ご挨拶しないと。そういえば春姉は会ったことなかったっけ。いつまでいるんだ？今日の夕方まで。よし、放課後に挨拶に行かせてもらうな。ちなみにどんな人なんだ？普段から着物を着てて、茶道とか華道とか趣味が多いかな。着物、茶道。なんだい、そのだらしない身なりは。ヤンキーはおととい来やがれだよ。やっぱり急だし今日は行くのやめ。実は春姉のこと前からおばあちゃんに話してあったんだ。おばあちゃんも春姉に会ってみたいって言ってたからきっと喜ぶよ。そうだな、バシッと挨拶させてもらうからよろしくな。あ、でも準備があるから今日はエイジ先に帰っててくれ。うん、わかった。放課後。はーい。春姉、いらっしゃ。お邪魔しますですわ。何その格好。なんか変だったか。いや、格好は変じゃないんだけど。おや、エイジ、アルカさんが来たのかい。あ、ばあちゃん。はじめまして、私鬼瓦アルカと申します。いつもの春姉じゃない。まあまあ、あなたがハルカさん。いつもエイジがお世話になってるね。いえいえ、とんでもございませんです。口調もなんかおかしい。あら、ハルカさんってとても明るい髪の色をしているのね。ご両親は外国の方なのかい？そうでございます。いやいや、初耳だよ。そもそもそれ染めてるだけでしょ。ハルネ、どうしたの？今日はいつもと様子が。エイジ君、ちょっと来てください。え？そういう設定なんだよ、話合わせてくれ。設定？どういうこと？今日の私は真面目女子なんだ。え？私が不良の番長だってバレたらおばあちゃんに嫌われるだろ。大丈夫だよ、嫌わないよ。いや、ダメだ。エイジのおばあちゃんなんだから、これぐらいしないと。それでそんなちゃんとした制服の着こなしと髪型を。ああ、どこからどう見ても真面目女子だろ。とにかく今日は、両親が外国人の真面目系お嬢様で行くから、よろしくな。それは無理があるよ。以前からハルカさんのことをエイジに聞いていてね。だから今日は会えてとっても嬉しいわ。恐縮でございます。はるかさんって物静かで奥ゆかしい感じなのね。そうでございますか。エイジからは活発で熱い女性だと聞いていたものだから、もっと男の子っぽいのかと。エイジ君にはそう見えていたんですね。お恥ずかしいですわ。お茶入れてきたよ。エイジ、台所の棚にお茶菓子入ってなかったかい。そうだっけ。エイジ、危ねえ。ありがとう、春姉。怪我はないな。
じゃなくてお気をつけくださいまし。おほほほほ、春姉のキャラがすごいことになってる。はるかさん、今のギク、今のとても軽快な身のこなしね。え、何かそういう特技がおありなの？特技でございますか。そうですね、もっぱら喧嘩。剣玉をたしなんでおります。まあそうなの。喧嘩って言いそうになったな。エイジは今みたいにおっちょこちょいなところがあるから、はるかさんに迷惑かけてないかしら。いえ、そんなことは全く。エイジ君は勉強も真面目に取り組んで努力家で、周りの人にも優しく、それでいて謙虚で。ちょっと春ね、褒めすぎだよ。本当のことでございますでしょ。エイジははるかさんがいて幸せね。俺ちょっとお茶菓子探してくる。まあ照れちゃって。春姉ってば相変わらずなんだから。よかった、話弾んでるみたい。最初は春姉の様子にびっくりしたけど、二人が仲良くなってくれたら純粋に嬉しいな。ばあちゃん、そろそろ帰りの電車来るんじゃない？うん。あら、もう？楽しい時間はあっという間だね。駅まで送るよ。私もお見送りします。そんな大丈夫よ。いえいえ、最近物騒なので。何か話さないと。素敵なお召し物ですね。そのバッグもいい感じです。ありがとう。このバッグ、アンティークの一点物なの。お気に入りでね。素敵です。いいこと聞いちゃった。あのバッグ、中身も結構入ってそうだな。今日の獲物はあのばあさんに決定だ。ババアの横にはヒョロガキと女が一人。ちょろいちょろい。よっしゃ、もらっ。うわっ！てめえ、今何しようとしやがった。最近ここらで悪さしてるひったくり犯ってのはてめえのことか。よくも大事な人のばあちゃんに手出そうとしやがって。え、その長い金髪、鬼のような鋭い眼光、まさかお前、あの噂の鬼の春か。あるね、大丈夫？ばあちゃんも怪我はない？エイジ、警察呼んでくれ。わかった。はるかさん、これは終わった。こんなのごまかしようがない。エイジのおばあちゃんに嫌われ。はるかさん、ありがとう。え、私をひったくり犯から守ってくれて、おかげでバッグを取られずに済みました。あの幻滅とかしてないんですか？幻滅？どうして？はるかさん、とてもかっこよかったわよ。違うんです、いつもの私はもっと格好もちゃんとしてないし、野蛮で喧嘩だってするし。帰る前に本当のはるかさんを見られてよかった。だってやっぱり私が思った通り、素敵な女の子なんですもの。素敵な女の子？ええ、嫌ったりとか。そんなことしないわよ。強くてかっこよくて、私ますますはるかさんのこと好きになっちゃった。はるかさん、これからもエイジのことよろしくお願いします。お任せください。元気がいいのはいいことだけど、あんまり無茶はしちゃダメよ。はい、気をつけます。言った通りだったでしょ、春姉を嫌ったりなんかしないって。ああ、いいおばあちゃんだな。つうか、私の努力は一体何だったんだ。俺はその格好嫌いじゃないよ。そうか、じゃあこれからはこのスタイルで。ああ、でもいつもの方も好きだからね。俺は普段の肩肘張ってない春姉が好きだよ。
好きっていうのはいつもの自然体の格好がって意味で、いやでも春姉のこと自体が好きっていうのは間違ってなくて。分かってるって、いつもの格好でこれからもずっとくっついていてやるよ。彼女はちょっぴり過保護な僕の幼馴染のお姉さんで、とても強い番長だ。7月19日よりヤンキーの幼馴染が俺にだけ甘くて過保護すぎるが、ヤンキーの鬼瓦さんが僕にだけ過保護すぎるというタイトルでウェブ漫画になって連載開始されました。コミックニュータイプのサイトやニコニコ星画で無料で読めますので、ぜひ僕たちの日常を覗きに来てください。漫画エンジェル猫岡チャンネル登録よろしくお願いします。